はい、おはようございます、本日の朝ごはんでございます、今日もですね、健康的に、サラダ、そしてこれ、蒸し鶏やね、ね、味付きです、これ蒸し鶏、昨日の夜から食べてます、美味しかった、そして本日は、普通の食パンではありません。これね、難波で売ってる明日が楽しみすぎる食パンと、なんていうの、この挟むやつ、挟むやつで焼き上げたハムトースト、チーズトーストかな。いただきます。もうちょっと暑い、もう、さあ改めまして近江飛龍です。あ、今日も暑いね、もうたまらんわ、まあ、というわけでございまして、もう8月も終わりです。今日は8月の25日ですね。まあ世間でいうお給料日です。まあね、どうなんやろね。もううちの会社はお給料がないんで、ずっとこの1年間ね、あの9月の13日があの会社の創立記念日なんですけど、もうこの1年間第1期のね決算が終わったんですけど、この1年間はお給料なしで必死に頑張ってきたんで、今年ぐらいからちょっともらってもいいかななんて思ってます。もうね、ずっとね YouTube の編集が溜まってるんですよ。もう皆さんから言われるんですよ、 YouTube がね、あれを夜ゆっくり見ながら寝るのがあれが、ね、癒しなんやとかね、よく聞くんですけど、ね、僕も体一つしかないから。昨日の17ライブはうちの長男にね、このカメラのスイッチング、1カメ、2カメ、3カメ、4カメっていうのをちょっと手伝ってもらったんですけども、まだ高校に通ってるので、ちょっと YouTube の編集も手伝ってくれよって言って今言ってるとこです。そしたら俺が撮る、長男が YouTube 編集する、俺はその間に違う仕事ができる、また違うことができる、なんかいいことずくめでしょう。だからちょっと頼むよ、覚えてくれよなんて昨日言ってたんですけどね。さあというわけで、まず今日は YouTube の編集から始めます。この間七輪で焼肉をしたんですよ。その七輪で焼肉をした時の映像の編集からやろう。その時はあの2カメで撮ったので、その2カメをちょっとミックスしながら今から編集していきます。よっしゃやろう。実は昨日ね17ライブ、今日が25日やから昨日月曜日、月曜日の17ライブやってる時なんですけど、途中からねなんかすごいすこぶる体がね、調子がおかしくなってきたんですよ。あのそれはちょっとね、あの生配信中やったんでちょっと皆さんが心配するんで、その時言えなかったんですけど、やっぱりこれ悲しいかな、佐賀ね、こう途中でさ、最初から言えるのよ、最初からちょっと今日調子悪いねんって言えねんけど、やってる途中に調子が悪くなっても、今調子悪いからちょっとここでやめるわって性格上言えないのよね。もう長年身についてきてる、身に染みついてるから。いやでも別にそういうね後遺症とかじゃなしに、疲れが溜まってるの体に。あ、もう無理が効かん体やな思ったね昨日は。もうびっくりしたわ。そんなことに編集やろ。七輪で焼肉をやったあの日に戻ります。サザエ焼きます。ふぅ、おいで、じゃあ今日ミニちゃんもいいね、ほら、作業部屋で、編集してたんですけど、ちょっとリフレッシュのためにテレビの前、ノートパソコンで YouTube の編集してます。今からねちょっとあの2-1 スタイル、こちらの方に芳香剤、好きな芳香剤がないんだって、大名人の 2-1 スタイルにしか売ってないらしいんですよ。でそれだけシュッて買って、シュッて帰ってきます。いや暑いな。
誰もおらんからマスク外しとこう。いや今日も暑いですわ。あ、ちょっと風がきつかったのかな。枯葉がそこら辺散乱してる。でも本当に今年はあの台風がねこの方こっちに来ないですね。沖縄ね今ちょっとあの大変みたいですけど、全然こちらの方には台風の被害っていうのがないですけど、まああの7月にはね九州の方は台風ではないんですけどすごい豪雨に見舞われて大変だったんですけど、あのどうに何やろねこの気候は。暑いしちょっと雨降ってくれたら涼しくなるんやろうけど。あのあとちょっとララポートの方に行ってお弁当買って、帰ってきました。ちょっと遅めのお昼ご飯を今からいただきます。今日はあの2時間縛りで、夜の7時から17ライブの生配信があります。それに向けて準備をしたいと思います。お腹減った。はい、さっき買ってきたお弁当です。エビロースカツ弁当いただきます。ちょっと今日は体力つけておきます。そしてキムチいただきます。よいしょ、いただきます。なんとか使ってやろうと思いました。じゃあ小島ルミ子を落とした。よいしょ、この杉山これなら俺から譲れてきた。さあ、食うて、さあご飯を食べて、休む暇もなく動画編集頑張ります。ちょっとこういう時なんで皆様方が楽しんでいただけるように頑張ります。よいしょ。ふう、はあ、やっと YouTube の編集終わりました。今何時？今3時39分。今日はね17ライブはリクエストを受け付けてるんで、あと20分で受付終了で、今日は2時間芝居、9時じゃないわ、19時から21時までの2時間だけですわ。どんな曲が送られてきてるんでしょうか。ちょっとだけ休憩します。ちょっとだけ休憩しますわ。あー疲れた。おはようございます。ちょっと昼寝してました。真っ暗やね。ちょっと言おうか。ちょっと、昼寝してました。寝起きのアイスいただきます。おいしい。さあそろそろ始めましょうか。はい、場所は変わりまして、3階の配信スタジオの方にやってきました。ちょっとねまだ散らかったままなんですけれども、もしもねあのこうやって見てる方で、あのヒリュウさんっていうのはどんな機材で配信しているんだろうか、たまにこうなんとなくふわーっとお見せするんですけど、ちょっと詳しく、どういう機材を使っているのか、またあのどのような役割をしているのかというふうな感じで、もしもあの機材紹介ですもしもやろうと思われてる方がいらっしゃいましたら、ぜひとも参考にしてみてください。はい、これが私の配信スタジオの全貌となります。
だいたいこんな感じになります。では一つ一つどうしようかな、こちらの方から紹介していきましょうかね。まあここは、私が使うねこのデシ棒や、このね舞踊で使うこの花、サングラス、うちわなどが収められてます。いつでもねすぐパッと踊れるようになってます。で、ちょっとここら辺見ないで、ちょっと散らかったままやからで、これはこの前まで活躍していたカメラですね、ソニーの RX100M5 です。それに、こんな大きなワイドレンズをつけて1カメとして活躍してくれておりました。ただ今はねこの映してるこのカメラが1カメとして頑張っております。で、これがね昔の iMac ですね。こちらの方で音のコントロールをしております。今ちょっと画面には何も出ておりませんが、音のコントロールをこちらの方でしております。で、こちらの方にやってきて、手前がそこの iMac のキーボード、そしてこちらがエイリアンウェアの13インチかな、ゲーム PC ですね、モバイルゲーム PC の方です。こちらの方で配信全般の、こっちは OBS というソフトですね。そしてこちらの方は、ATEM というね、Elgato というところのね、メーカーから出ている ATEM シリーズ。こちらの方のスイッチャーのソフトウェアとなります。どういうことかと言いますと、ちょっとこっち見ててくださいね。こっちをね、これを、ボタン、これね、これタッチパネルになってるんですよ。僕のパソコン。タッチパネルになって、この赤いやつを1に切り替えます。1。あ、何もなかった。1はごめん。何もなかった。ほんまね、ここに、1カメがつくんですよ。この今、撮影してるカメラがね。なので今、1カメはありません。今、これ、これね、2カメになってます。で、これを3カメにすると、ね、3カメに切り替わるんです。3カメは、こちらとなってますね。そして、案外好評なのが4カメ。4カメは下の、ここに、置かれてますね。ここから私を撮影するわけです。ちょっと4カメに切り替えてみましょう。はい。4カメ。ね。ほら。僕の、わかります?下から。はいはいイエーイ。っていう感じで。下から僕を見上げるような形になります。またここら辺りでいろいろなことができたりするんですけども、それはね、この、レバーみたいなものを使って、こう、画面をね、ミックスしたり、あ、ミックスできてないわ。あ、できてるできてる。こうやってね、ミックスしたり。これは2カメですね、今。2カメは、もっと上の、この、ここにあります。これは GoPro の、Hero 5かな。そちらの方になります。で、この大きめのリングライト。とにかくこちらのパソコン、エイリアンウェアの13インチは、映像の、また配信用のパソコンとして活躍してくれてます。ね、ここはもうマウス2台体制ですね。そして、こちらの方が、17ライブの時のコメント確認用の iPad。そして、左に行きますと、こちらの方で、マイク、並びにですね、音量調整のすべてを、このミキサーで賄っております。そして、こちらの方は、効果音。サンプラーという機械なんですけども、パパパパパパーンとかね、ブチュッとか、チーンとかいうのをこれ全部、この機械で出しております。ね。いつも、行き場に困る、このマイクですよ。このマイク。このマイク。私のこのマイクはゼンハイザーというところの、マイクを使ってます。あれ、ちょっと型番、ド忘れでした。僕いろんなね、マイクメーカーあるんですよ。シュアとかね。ソニーも出していらっしゃいますし、AKG、赤毛っていうところね、あるんですけども、僕は声的にこの、ゼンハイザー。このドイツ製なんですけど、ドイツ製のこのゼンハイザーという、ブランドのマイクが、僕の声に一番合ってるんじゃないかなと昔から思ってて、なるべく昔からゼンハイザー製のマイクを使うようにしてます。そして、こちらの方に、ぐるーっと回り込みまして、こちらの方は、
大明神サイドのブースとなりますね。はい、大明神がこちらの方を操作することになってます。あ、ちょっとこちらの方に大きなモニターがあるんですけど、これちょっとつけましょうか。よいしょ、ちょっと電源オンと。これ昔使ってた、リビングで使ってたモニターを使い回して、まあ、モニターというかテレビですよね。ほら、あのこっちで配信している元の画像ですね。本当はあのスマホ用なので、この画像が縦に切り取られます。皆様方が見ているのはここだけということになります。あとはちょっと映らないようになってます。で、これがあのブラックデザインというね、ニュージーランドのブランドなんですけど、まあ、いわゆる業界でいう黒魔術というあだ名がついてますけど、で、ここにあの、見えるかな？ピンと合うかな？これ。1、2、3、シートボタンがあるんですけど、これがあのカメラなんですね。よく1カメ、2カメ、3カメ、4カメとなります。大きな方のテレビ見てみましょうか。2カメ、3カメ、4カメ、という感じになるわけですね。で、ここのボタンなのでですね、この雰囲気を変えるように、今の2秒で、ゆっくりと、画面が変わるように設定しました。4カメから2カメ、ゆっくりと、3カメ、ゆっくりと、ということをですね、ここで全てできてしまうんですね。で、ここにワイプという機能もありますね。このワイプ。上から下にゆっくり画像が入れ替わる。3カメから4カメ、ね。4カメから2カメ。これ横向きにもできます。横にワイプ。あと、押し出しもできます。押し出す。押し出す。ね。畳んで押し出す。畳んで押し出す。こういうことがすべてここでできるわけですよね。で、ここに、奥にあるのが、これ超光沢です。ここのあたりはちょっと専門的なことになりますのでね、この後ろの電気の色を変えたりするわけですよね。あともう一つご紹介したいのが、うわ、散らかってるわ。この足元。私がこう座って足元、ここにペダルがあるんですけど、このペダルはなんじゃらほいと、このペダルはなんじゃらほいということですね。このペダルは後ろにあります、4灯並んでますよね。4灯のライト、ほら、こういう感じでつけたり消したり、色を変えたり点滅させたり、これでね、このペダルでっていうのを瞬時行うようになってます。大明神がずっと見てます。で、あとはね、17のいただいたプライズが並んでます。で、奥はね、ここはドラムブースになってるんですけど、まだそこまで追いついてなくて、ドラム一回も叩けてないような感じですね。これがちょっと散らかってるけどごめんね。コードでぐちゃぐちゃーとなってますけど、これが全貌となってます。まだもうちょっとで、ね、やりやすいように作り変えるつもりです。まあというわけでね、こういう感じで僕は家の3階から17ライブを お送りさせていただいております。まあ専門的な機材ばっかりなので、わからない方にはもうチンプンカンプン状態でしょうけども、ちょっとでもね、簡単に、そしてクオリティが高く仕上げていきたいので、これから先も、この部屋は進化を続けることでしょう。暑い、これ見て、冷房の音がこのカメラのマイク拾っちゃうから、今冷房消したままやってるんですよ。暑いね。いや、では今から本日19時から2時間縛りでお送りします。17ライブのために準備を進めたいと思います。ではでは、また次の動画で会いましょう。あ、後で乾杯しよう。乾杯で終わろうぜ。じゃあまた後で。はい、お疲れ様です。イエーイ。ちょっと暗いんでライトで照らしてます。さあ、今日も一日、終わりました。今日からね、このカメラが変わってるって言ったんですけど、ちょっとね、こうやって見ると若干暗いんですよね。ちょっと明かりがいるよね、こうやって見たら。すごく映りは綺麗やと思うんやけど、
まあ、どうでしょう、まあ、しばらく使ってみたいと思います。今日もあの17ライブ2時間で終わるつもりが2時間40分やってしまいましたね。リクエスト祭りで終わりましたから、もうテッカテカ見て、テッカテカテッカテカ。じゃあまた乾杯。あ、うんま。じゃあね。